12月10日金曜日の夜、兵庫県の淡路サービスエリアに1台の車が到着しました。そうです、これから一つの物語が始まります。着いた。どこから？淡路さん、お疲れ様です。お疲れ様です。3ヶ月ぶりぐらいですか？そうですね。こんな久しぶりでもない。まさかこんなに早く、そうですね、再会できるとは。いや、なんかちょっとレギュラーやりたいみたいな話をしていて、はい、ついに実現してしまいました。よろしくお願いします。お願いします。2021年10月放送のソルトギャラリーで、なるみお姉さんは村岡さん、高橋さんと共演しました。とりあえずお姉さん。はい。ガツン釣ってもらって任せてくださいよ、はい、僕の狙いは来年、はい、関西レギュラーを目指してもらおう。ソルトギャラリー関西レギュラーいいなこういうロケこのような野望を聞かされていたのです。実現したのがこの番組。題名が海と青の物語。ショアソルトゲーム、それはとても楽しい時間。そこに仲間が集まればもっと楽しい。些細なことでも面白い。仲間と共有することで釣りはますます深みを帯びる。仲間と楽しむ世界、海と青の物語が始まります。金曜日の夜、仕事終わりで集まった週末聴講。地元ガイドさんなしのガチンコ聴講です。釣れましたか？カマス。他何かいますか？メバルとかいますか？こんばんは。あ、アジ。アジ。いいね。ということで、はい、まあ、大体どんなのが釣れるんですかね？狙える魚種としては、まあ、ライトゲームの代表格メバルが釣れたら今回いいなと思って狙ってるターゲットの一つ、はいはい、でさっきちょうど入れ替わりでアングラさんに話聞いた感じだと、はい、カマスがなんか回ってるみたいです。 あとアジも釣れた。カマスって夜でもですか？カマス夜でも釣れます。そうなんですか？はい、まあ、真詰めから夜がやっぱ暑いですね。あ、なるほど。あとアジもいるって言ってたので、はいはい、なんかやっぱベイトかなんか入って基本なんかいるんじゃないかなっていう、うんうん、結構なんかワクワクしました。そうです、ね、有力情報です。有力情報です。なんかちょっと期待できる、はい、なんか若干ね手探りなので今回。そうですね、だからもう本当一から魚を探して、はい、まあ、これが物語ですよ。やっていきましょう。じゃあルアー、ルアー今回ちょっと今とりあえず詰めました。これ今回使ってください、ね、これが一つスネコン50って言って、うんうん、まあ、シンキングペンシルなんですけど、はい、表層をヨタヨタヨタって泳ぐので、まあ、浮いてる魚、活水魚いたら、これで結構反応取れるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、あ、全然いいですね。で、あともうゆっくり巻く感じですね。ゆっくり巻きます。で、ちょっとコツコツとか来たらもう、はい、コツコツって来たら合わせる。うん、多分そんぐらいでいいと思います。ちょっと私もルアー変えます。お、何？シーガイドミニ3グラムですね。一番ちっちゃいモデルになります。ちょっと何が釣れるかわからないところがとりあえずシーガイドミニっていうのが個人的なセオリーがあるので、まずは一匹狙っていきます。何やらもたつくなるみお姉さん。カメラマンが近寄ると、あ、来ないで。え、今来ないで何してる。高橋さん、ちょっと助けてあげてください。それ何が起きたんですか？いいです、いいです。まあ、高いな。いや、大物だ。ちょっと待ってください。こんな大掛かりで、うん、あ、取れました。あ、ごめんなさい。行けました、星さん。星くん大丈夫。オッケー、オッケー、オッケー。すいません。あれ、何これ。あ、そうか。何やねん。ちょっとおもろいやん、ね、ごめんなさい。飛ばしてますね、だいぶ。あ、違う違う、これつけへんねん。どう、当たりある？ありません。ない、うん、厳しいかもしれない。お姉さん、当たりある？ないです。3台目あ、ない、まあ、ポイントいっぱいあるので、うんうん、他のところ見に行ってみますか。そうですね、うん、じゃあ
移動移動。淡路島を南に下ります。やはり金曜日の夜、どこもアングラーでいっぱい。うわ、魚だらけですけど、幅が50センチぐらいしかないです。まあちょっと高橋さんが今上のところで、釣れるか様子を見ていただいてて、ちょっと私たちはうちの方でやってます。いや厳しいですね、うん、どうしましょうか。ここでどれぐらい粘るか、30分とかなんか時間決めてやれればいいかな。そうですね、じゃああと15分だけやりますか。15分。はい、15分。はい、やっぱり急いで結ぼう。海青物語第1章は結構修行からスタートですね。はい修行からです。大抵物語は自分の弱さに。そうですね、まずは煩悩を消すことから。そうですよね、はい、それから修行してから強くなって。よし、来た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 強くなった。かわいいメバルでした。しんさん、いやいや、もうメバルちゃん、ね、修行15分って言って、最後はしっかりとミニかなと。あ、聞こえてました。15分。あ、はい、聞こえてました。この張らず緩めずですね、はい、水平の姿勢を作るのを意識して、潜ってくるのはもう落ちてる時ですね。落とすために持ち上げるぐらいの感覚です。その持ち上げる。お、来た。おお。違う、足。落とすために持ち上げる、落とすために持ち上げる。めちゃくちゃ説得力あるやん。すげえ上手になってきた、ね。説得力。ちょっと緊張してたんですけどね。やっぱ釣れると魚を魚。釣れるとアングラーは元気になります。最初に何釣れるか分かんないときはシーガイド見に行ってこそっと言ったのが、ここで回収できてよかったです。シーガイドミニが助けてくれた。物語の鍵を握るのはシーガイドミニだったか。めちゃくちゃ言うやん。めっちゃ喋り始めた。めちゃくちゃ言う。実況を始めちゃいました。性格が、性質が変わってきた感じ。さっきまで一言も喋らなかったじゃん。そう、釣るために必死でした。上が平べったくて、主語側がこうぽっこりついてる。多分落ちるときはこっち側が下なんですよね。だから多分スプーンみたいな感じになってると思うんです。さあさあさあ、こう S 字というか、こうひらひらひらと姿勢を作れるんです。はい、ということで、はい、皆さん、選手の皆さん、はい、15分言いましたが、25分経ってまいりました。あら、結構経ちましたね、はい、日が昇っているうちにポイントへ。さあ、ルアーは何でいきますか。僕は、なんでこれ、シーライド、うん、シーライドミニの 3g です。私はジグです。2022年発売のアミコン 40S ブルブルカラーいきます。私はスネコンです。おお、みんな違うところからスタートですね、うんうん、はい、あれ映りますかね。あれ多分メバルですよ。ちょっと大きめですか。手の火がないぐらい、あれ斜めに頭向けていくのメバルですね。ちょっと白っぽく。おお、はい、レンジを合わせるためにルアーを変えます。ちょっとボトムではないからトレブルにしよう。シーガイドミニ3グラムに変えます。ん、一緒、俺似てる。こっちこっち間違っちゃった。3グラムに変えます。この斜めに入っていくのがベストですよね。昨日の夜のパターン。あ、そうです、そうです。フラフラフラーっと落とすために持ち上げて、フラーっと入れて。やっぱ壁際にいる魚って来た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 。え、おお、あ、コシさんか。え、ナイス、魚ついてますね。なになになに、カワスだ。サバだ。サバが釣れました。シガイドミニ、コシさん大爆釣ですね。3匹目ですけどね。大爆釣です。3匹目、3種目目。わ、すごい。よし、食った。よっしゃ、3連あたり。なんだ、
あ、いや、サバかな、アジかな、アジ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 、マジ、よっしゃこれだ豆アジ、すごい、もう今めっちゃ当たります。マジですか、はい、いや、ちょっと今すぐやりたいです。すぐやりましょう。すごいですね、でもこんなちっちゃい、後ろすごいです。そうですね、うん、お、お、登るし、登るし、やばい、もういいですか、これ、はい、いいですか、魚、あー、グルグルカガで行きましょう。ありがとうございます。キラキラしてんのアジサバ系は好きだと思うので。なるほど。ゆうすけさんが楽しんでる。ワルサキ。どっちだ。アジだ、ナブラしてんのアジかも。アジかも、ナブラしてんの。よっしゃ、フォール入れた方がいいですよ、お姉さん。あ、わかりました。じゃなくて。アジ、美味しそう、金色の。すごい。綺麗なアジ。その、そこに群れがいるから、そのままやってれば。おっしゃ。え、でかない？サバサバサバ、サバだサバだサバサバサバ、これは強い、サバダバだ、よっしゃー、よっしゃ、サバもいるんだね、もう意外とみんなブルブル、やったー、やったー、ちょいあれですか、投げてちょっと沈めた方がいいですか、うん、あ、沈めないです、あ、その表層でこうやって、え、すごい、素晴らしい、素晴らしい、よいしょー、やったー、サバ釣れた、なんかまあまあいいサイズちゃいます、いるいる、あそこにいる、あそこにいる、やっぱあそこら辺ずっと溜まってる、ほら、わーすごい、これ引きますやん、サバラバだ、サバ、すごい、なんかちょっと大きくなっていってる気がする、めっちゃ釣れますね、さあ、ほなあとはお姉さんだけは、なんで高橋さん毎頭釣るんやけど、私なんかあんまり下手くそが、いや、あの、あれやで、このハーフホールや、このハーフホールですよね、多分入れすぎなんだと思います、レンジ、その意識すぎて、あ、わかりました、もっと表層で、大事なのは上でこの歯をすることですね、わかりました、あ、あ、当たってる、当たってる、当たってる、すごいすごい、解説通り、完璧じゃないですか、ナルズメソッド、このハーフホールです、これは、アジちゃん、あ、サバや、ごめんでもアジもいますからね、あれ、いや、当たってる、当たってる、よしよしよし、なるべく上、よっしゃ、やばい、よっしゃ、アジ、サバや、サバ来ました、ナイス、やったー、トガさんの、ん、いやいやいや、ダブルヒットじゃなかったですね、そうなんですよ、当たる、来た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 、はい、やばい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 、ちょっと入れ直します、入れ直します、もう一人、もうひとり、あとひとり、よし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 、あ、嬉しいですね、こんな3人、完璧じゃないですか、海も真っ青、よっしゃー、やったこれを夢見ておりました、トリプルヒット、やったー、楽しい、はい、来ました、あ、さあ誰が、あ、来た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 、あ、バレた、もうどんだけバラすね、ショウ、サバ、サバです、高星、高星、いや、高星です、これが、お姉さん、高星、お姉さん、やばいじゃん、おいしょ、よっしゃ、これがライトゲームの良さですよね、すごいナブラで3人釣れた、よっしゃー、よいしょ、俺のが一番大きい、俺のが一番大きい、いや、私やな、俺のが一番大きい、私やな、よっしゃ、ヒット、カサゴ、よっしゃよっしゃ、カサゴ、新魚種、なんでこっそり釣ってたの、こっそり釣ってました、こっそり岩の上を深海で海にちょん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 ってやったらガシガシ、わー、でもこれ4目目、4目目、よし、食った、なんだ、下だよ、結構、なんだ、ボトム、ボトム、新魚種、新魚種来い、もしかしたらアジかもしれないけど、分かんない、アジだ、アジだ、アジだ、え、アジ、やっぱ下にアジがいる、下にアジがいる、ボトム、ボトム、アジだ、アジだ、やっぱこの船道、ちょっとここやっぱ深くなってるんですよね、そこのボトムにアジが溜まってますね、まあ、さっきサバ釣ってた表層のこのファフォールをボトムでやってるって感じです、ほら食った、え、すごい、さすがや、再現力すご、ほら、アジだ、
よいしょ、はい、味わあ、めっちゃいい味。大活躍のシーライドミニ、さらにね、来た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 、味じゃないですか、味かな、ちょっと下でした、下です、あ、じゃあ味ですよ、あ、背中が、背中が、アジだ、やった、やったちっちゃいけど、さすが、見て見て、アジ、アジ、やった、やっぱフォール最強ですね、フォール、お姉さん、お姉さん、サバ、サバやばいっす、やばいやばいやばい、すごい、何これ、リーダーで、これはえらいこっちゃで、これはい、はい、チリペンジ、サバやで、上はサバっすね、うん、あまた釣ったはるし、あ再現なく、あ、来た、あ、オッケーオッケー、3人、3人トリプルヒットです、何ですか、何ですか、何ここ、え、あ、アナハゼ、朝日アナハゼ、すごい、新魚種出た、新魚種来た、ご種目、ご種目、アナハゼ、しかも大きくない、うん、アナハゼ、めっちゃ大きくないですか、それアナハゼ、人がかけてる時に釣る、何でも釣れる、何でも釣れる、綺麗なエメラルドグリーン、アジが来ましたよ、アジが来ましたよ、え、アジをもうめっちゃ爆鳥や、お姉さん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 何持ってる、お姉さん何持ってる、シーライドミニ、おーおー、あ、シーライドミニありがとうございます、なかなかこんなジグで釣れまくることもない、よし、メバル、ごめんなさい、サイレントに釣っちゃってメバルがついに口を使いました、日が落ちるとこの目がいいメバルも少し騙しやすくなって、さっきまで多分足元で浮いてて全然ルアーに反応しなかったメバルが口を使い始めました。ここが楽しくなると思います。夜のライトゲーム始まりましたよ。僕も出場しました。しかもちょっと引き強いよ。アジ、アジだと思うんだけど、いいアジじゃないかこれ。あ、違うかも。なになに？メバル、メバル、メバルが。サイズ、サイズ、サイズ。よし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 。来たー。こんなに言う通りに進むことある？メバルの時間が始まりました。日沈んで。めっちゃいいメバルじゃないですか。ぼちぼち魚種が変わって、ね、こういう警戒心の高いメバルも少し食い始めるかなって言って、ね、これからアジが浮いてきて今度変わるかもしれないですね。また楽しい、何が釣れるかわからない。でもお姉さん、あとメバルだけじゃないですか。そうなんですよ、メバルでコンプリートですね。お、それはもしかして、ちょっと、ちょっと違うかもしれん、違うかもしれん、メバジ、メバジかもしれん。メバジって何？どっち？アジや。アジやった。ちょっとでも大きいよ、ほら。ね、結構メバル寄りのアジだ。メバル寄りのアジ。そんなんいるんですか？いない。大きくないですか？大きい大きい。アジの中でもちょっと大きいの釣れました。やった。海。それは無限に楽しめるフィールド。仲間が集い、魚と戯れる。仲間と楽しむ青の世界。それが海と青の物語です。